テータートッツは、オレアイダの登録商標である。すりおろしたジャガイモを揚げた惣菜であり、そのカリッとした食感、小さい円筒形の姿が広く知られている。テータートッツは1953年、オレアイダの創設者であるカイネ・フィグリックとゴールデン・グリックによって、冷凍のフライドポテトを作るときにできる、切り落としのジャガイモの有効活用法が考えられた。結果作られた。彼らは切り落としを細かくし、小麦粉と調味料を加えて、一口大の大きさに切り出した。市場に出回り始めたのは1956年である。原料は、もともと安価なものを使っているため、アイオワ州立大学によれば、消費者は最初、テータートッツには買う価値がないとしたため全く売れなかったという。価格が上がるにつれて、売れ行きが上がり始め、今日はアメリカ合衆国内では約8600万ポンドのオレアイダのテータートッツが年間消費されている。テータートッツが初めて作られた時名前が付けられていなかったため、オレアイダの所有者は従業員内で名前決めコンテストを開いた。主婦であったクロラ・レイオートンが、テータートッツという名前を提出するとそれがヒットし、彼女はコンテストで優勝した。彼女の少しばかりのこの食べ物の情報から考えた名前は、今やよく知られる名前となっているのである。テーターは、ジャガイモの1750年から1760年におけるスラングであり、トッツは、その小ささや子供のための食べ物であるからとして付けられたと考えられている。ある地方では、テーターとは一塊のものという意味であり、テータートッツはトッツという名前で呼ばれている。アメリカ合衆国において、テータートッツは一般的なスクールランチやカフェテリアのメニューであり、スーパーマーケットの冷凍食品売り場でも売られている。ファーストフードレストランで売られていることもある。オーストラリアにおいてテータートッツはポテトジェムズ、ポテトロイヤルズ、ポテトポムポムズとして知られている。イギリスにおいては、ロスフローズンフーズがオーブンクランチーズを売り出したが、今は売られていない。しかし、現在はスーパーマーケットのモリソンによって、ポテトクランチーズという名前で売られている。ありがとうございます。